やるぞ、今日も。はい。3本目。でも楽しいね。いや、いいですね、やっぱり。全然3の方が向かないらしいですよ。あ、そうなんだ。あの、パッケージのあれがみんな嫌いらしくて。なんでライオンを。ライオンの方が。なんでライオンの方が。ほんとそうなんだよ。ライオンの方があんまきついと思ってそうなの、うん。え、主、どんくらいだけど、こっから今どこですか。今この町に来た。本気を出すカビゴン、うん、に進化する、進化前のゴンベってやつが今だけ発売早期購入の人だけ手に入るらしいの。おお、とりあえず聞きます。はい、聞かないといけないかな。だから聞くよ。これ結構大切なやつだから、はい、頼むよ。乱数ジェネレーター、答えは45です。イエーイ。本当に調子いいね、今回。トミーのトミー。主人公が自分の名前つけるって終わってると思わない？どんだけそのポケモン優先すんだよ、今後。いや、だって自分の子供に自分の名前つけるぐらい上級逸してるでしょ。はい。島キング倒すとその次の島に移動できる。なるほどなるほど、はい、で今回は試練が一つなんで、その島は、うん、だからそうした。おお、どうなの。いけ、サブ結果は38です。いいじゃん。いいっすね。おー、いいね。いいね。いや、ストレスないな今回。お、ちょっとよ。本当倒したんだ。はい、来たねえ、やめえ、怖っ。行っちゃってんじゃん。動きがすっどうかしてるんだよ。なにこいつら。ラッパー集団。死んだ。遊べないぐらい相手強いぞ。なんかそう、遊べないぐらい相手強いんですか。まあ、言わない。え、もう硬くなる。2回目やってるから。倒した。よし。まあ、とりあえずメインのカメラなしでもいいや。うん、サブ14のレベル。P さん、天使のキッス覚えてる。じゃあ行きます、主。はい。うわ、すげえ。今回はなんかジムリーダー戦っていうよりも、うん、ポケモンの主っていうのがいるらしくて。はいはいはい、主ポケモン。虫ポケモンみたいなんだよね。違いますよ。だから、それを倒すゲームらしいんだよね。うん、はいはい。今日、毎回ロケーションがいいね。ロケーションとかその、場所のさ。ウキウキするよね。そうそうそう。映像美になってきてる感じがする。あと音楽。うん、音楽素晴らしい。で、で試練、始め。一回入ると出れないです、終わるの。マジで？終わるか負けるまで出れないです。いや、俺やるけどね。あの、その中を覗くと、っていうやつですね。え？何今の？そうそうそう。絶対、あ、戦うことになるやつ？ああ、オッケー。はい、じゃあ、うん、乱数ジェネレーター。結果は23です。いいね。11レベルっていう時点で結構強いしな。これ何レベルなんですか。14。おお。え、大丈夫か。いや、際どい気がします。え、際どい、際どい気がします。一番強いやつが14よ。はい。
際どい、際どいかもしれないです。いや、これ負けんのめんどいって。はい、結果は5です。いや、今運いいからさ、決めろ決めろ。決まんないかも。決めるか。決まんだろう。またよし。でもこれ何体もいるんだろ。そうですね、それを何体か倒した後に。え、もうこんなに消耗したって大丈夫なの？なんか傷薬使うしかないよ。はい、今日はここで今日ここで使うしかないです。結果は60です。何だって。へぇ、お、いい気づく。使えないよね。謎のやつと戦うことになった。ラッパーシュートですよ。うん、3匹でも多いと思ってたのに。やだ、サブ死んだ。いや、やばい、やばいっす。いや、やばいじゃないですか。虫ポケモン行かずしてやられたじゃないですか。いや、割とやばいです。あんま言うのやめて。答えは70です。なんだっけ、70。ね、こいつ使ったことないから。攻撃だ、倒した。強そう。だからノリが強そうだね。ノリが強そうですね。声で攻撃するの破壊光線と一緒だからね。いや、破壊光線は声じゃないです。何？ビームですもん。あ、息ってこと。息、ビームのこと息って言ってんだお前。結果は95です。あ、岩砕きでかくない？でかいですね。こいつ岩の飛行なの？いや、落ちてんじゃん。わかんないですけど。死んだ。今はな。もう一回。当たんなかった。その答えは97です。あ、いいじゃん。決まった。いいっすね。結局ベトベタは強えな。いや、なんやかんや強くはあると思いますよ。うん、あ、回復シール引こう。はい、乱数ジェネレーター38です。おー、イエーイ。サブを生き返そう。サブをもったいないって意見あると思うんですよ。うん、これが僕らのやり方ですから。てかね、それしかないから、結局毎日これを続けるには。悲しい話だな。モンスターブリーダーの方の気持ちだもん。はい、結果は32です。素晴らしい。デカグース、最後誰と戦うんだ。いや、サンとムーンなんで、か、わかんないかもしれない。これか、押すよ。うん、突き刺すような何者かの視線を感じる。台座に置かれた Z クリスタルを手に入れますか。え、マジ。それは取んないと話進まないからな。これ家出たら一生クリアできないから、ね。家が出続けたら。おお。プテラ？違います。デカグースどう？デカグース出てきた。強いのこいつ。これしかもやばいんだろ？でけんだろ？はい。デカデカグースだろ？そうなんです。なるほど。普通のデカグースじゃない。見てみ。で、この後自分のが出てくる。見たらわかる。でけえ。でけえぞ。めっちゃでかいですね。人間と同じぐらいの大きさ。乱数ジェネレーター。結果は1です。でもでかいやつであの大きさなのかわいいな。まだ許せない。確かに。あ、いけんじゃん。いけんじゃん。いや、見ててください。いけるいける。決めよう、もう早いで決めよう。答えは48です。いいんじゃない。仲間いるんだ。え、なんで呼ぶの。え、は無線絶対2対1になるんですよ。48いいよ。水鉄砲だから。水鉄砲ですよ。はい、デカグース倒そうか、もう先に。そうだね。そうですね。え、2回攻撃するの。何2回やるの。え、死んじゃうじゃん、死んじゃうじゃん。ええ、やだやだ、何何、どういうこと。あ、半端ないな。スペアさんが単純に負けてるんですよ。全然効かないじゃん。え、回復回復回復。え、回復でも勝てないか。モンスター変え、モンスター変え。そう、ポケモン変えましょう。で、回復出てるから、モンスター変えて回復します。体力あるから。
出して、で、回復させよう。うん。サブが戦えない限り終わるもんな。いや、そうです。だって俺らサブしかいないから、このやつ。なんてさ、こんな攻撃と一緒じゃん。強い攻撃と一緒じゃん。いや、そうですよ。サブ行け。頼む。結果は30です。あ、いいじゃん、いいじゃん、水鉄砲。いや、水鉄砲さっきでもあんま効かなかったよ。あ、いや、あ、まだまだまだ。何？あ、間違った間違った普通のミス。じゃあこっち倒した方がいいのって。いや、また呼ばれるんですよ。え？じゃあデカグス倒さないでいいんだよ。デカグス倒した方がいい。地獄だわ。俺の今のミス、最悪なミスだわ。もう一回だわ。結果は83です。いや、2体と戦って、え、2人に攻撃すんの？ちょっと、じゃあ倒しちゃうの？あ、何のことですか？フェアリーなんとか。うん、もう下げられてる。2ラウンドとかならいいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。いや、まあいいんですけど、こういう系の攻撃ならいけんじゃない。うわー、まあまあまあ、いいじゃん、素晴らしい。効こう。結果は53です53。一番いらないわ。やばいっすね。極めてやばいですね。マジの？やられた。サブやられた。やばいじゃん。やられたんすか。 P さんで、生き返すしかないよな。うん、生き返していいか聞こう。生き返すか、諦めて。オッケー。いや、そうです、攻撃してますか。いや、今回のポケモン難易度高くしたの誰？マジでそう。ちょっとマジで決めたの誰？誰がその会議で言ったの、今回あげようって。電光石火でやられてるっていう。逆にね。うん、技名じゃなくて。なんならこのサブにもうかかってるよね。かかってる。このサブが水鉄砲出せるか出せないか。出すよ。普通に選べば出せるけどね。ほら、すげえ。おー、偉い。いけ。残った。もう勘弁してくれよ。いけるいける、もう一回もう一回もう一回水鉄砲ね。いや、もう何でもいい。だから50から75だけは絶対ダメ。46です。よし。いや、本当に今作ね、難しいわ。いけー。うめーよ。倒れろ。よし。倒れろ。よし。よし。ミスポケモン倒しました。もう、かわいそうだわ。友達に。あ、マジで覚えるじゃない。あ、ずっと最強だ。だ、誘われたのに、友達来なくて。友達来なかったやつ。うん。で、お前来たかったんでしょみたいになってるやつ。かわいそうだな、じゃあ。いいですね、試練クリアです。よーし。やりました。よく頑張った、2回死んだけど。モンハンみたいになってる。それ言っちゃいけないですよ。2回までは OK みたいな。モンハンみたいな。でも毎回ね、一応回復できるは聞いてて、運よくできてたから。いや、今回すごい引きよかったね。うん、よかったわ。こうなんか、バッチみたいなやつだね。そうっす。その、クリスタルを集めてくっていう試練達成、ありがとうございます。ありがとうございます。趣味でね、やってない方は、俺らがやってない方やってるんだけど、うんうん、やっぱむずい。いや、なんか時間かかりますね、本当に。レベルは全然上がんないでしょ。レベルも上がんないですし、強いですね、やっぱ敵が。ああ、そうなんだ。で、サブ普通にプレイしてて、うん、戦ってくライバルとかに負けてるから。ライバルに一回ボコボコにされてる。めちゃめちゃ悔しかった。シリで好きな技選べるのよ、シリじゃなくて。普通に自分でね、人為的なやつだからね。そんな俺らがやったら、コテンパンとかじゃないんだよ。だって自分が出したいの出せないんだからね。ということで、以上今日のミスターマイボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。Thank you.